しかもそんな大和民族もね、その戦国時代にこうどんどんその駆逐駆除退治されてきて、でまあその天皇家とその周辺にしか残ってない日本で現在純粋な大和民族は300万人ぐらいしかいません。まあ大体ね、遊牧民ってそういう少数支配しかできないんですよ。まあそりゃそうでしょうね、多分ね、こちらのこっちのことをその牧畜してるつもりなんでしょ。そういう思考回路からどん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 駆除、駆逐、退治されてたのは実は大和民族の方なんですよ。ね。で、まあ実はその、神武皇といわゆるもう最初に来た呪縛の流れっていうのはね、もう、天智天皇の後、人心の乱が起きて、ほんで、もう駆逐したんですよ。一旦大陸にも追っ払ったの。その後また前に戻ってきたのが、明人将軍の時だ。つい最近。つまり、明人将軍の父親は、ラストエンプラー溥儀だ。だから、ラストエンプラー溥儀の息子の明人将軍は、その、天智王朝、天智皇軍かな、その、滋賀県に、都を置いた。な、それまた飛んでんね、別の皇統だって、別の王朝だって。まあ女系だけどね。女系版成形ですけどね。それはどの家もそうだ。今ある家ね。あなた方の家全部、すべて、人間の家全部女系。人間どころか。ありとあらゆる生き物は女系版成形だけどね。